ノ電もあれだね、で信号待ちするんだね、うん、ちゃんと。多いわね、今日は。多いね、ウィンドサーフィン。すごいね、結構いるね、人。江ノ島。はい、箱根湯本に着きました。渋滞です。これ右が箱根登山鉄道だね。通るかな。通るといいんだけどね。小田原から箱根湯本間のね、ロマンスカーはここまで来てんだよね。ここの道左に曲がると箱根の旧道、旧東海道ね。今日はまっすぐ行きます。ちょっとあそこ桜咲いてるね、うん、あれが河津桜かな。今の時期咲くのって河津だよね。あ、ロマンスカーだ。うん、人がそんなにまばらっていうか、まあそこそこか、うん、なんか報道では箱根すごい密ですっていう報道流れてたけど、そうでもないね、今日は。時間がもう遅いよ。そっか、近いから。もう1時半か。もっと午前中からでしょ。そっか。ああ、そこそこいるね、やっぱ。ここは。干物屋さん。この辺から空いてくると思う。渋滞この辺ぐらいまでだ。天泉園、これ左曲がるんだよね。ここで曲がるね。僕の山登りだ。うん、昔使ってた道路だよね、こっちね。そうそう、は駅伝のね、うん、これ一応遠野沢か。あ、登山電車が見えた、今。え？登山電車が見えた。チラッチラッと。だんだん標高、今標高140m。さすがに自転車も降りて。ほら、登山電車。
いいね、登山電車で箱根も一回行ってみたいんだよな。あ、高いもん。結構高いよね。うん、お値段高め。先にあそこ行く？大涌谷。そうだね。お腹空いてないでしょ。そうだね。卵食っちゃうけどね。ん？卵は食っちゃうけど。黒卵って1個2個じゃ売ってくんないんだよね。5個入り。5個入りなんだよ。7個じゃない？ 7 個？ 5個だ、5個。そう。だからちょっとお持ち帰りだな。まあね、1個ずつ食べてて、うん、試食だから1個ぐらいでいいんだけどね。 5個入りじゃないと売ってくんないから。あ、硫黄の匂いがしてきた。うん、出始めたね。262m 標高、まあ、気温がちょっと落ちてきた。16度。寒いなと思うと思います。ここが大平平かな。ヘアピン給水ポイントだ。給水ポイントだね。そこ給水ポイント。車で来るとこの硫黄の匂いはしないもんね。バイクでならではの、ね、匂いと危険を感じるよね。やっぱりバイクは煽られる危険と、あと硫黄の匂いを体験できる。これは宮の下か。あれは富士屋ホテルかな。富士屋ホテル。ああ、前ね。うん。こうね、左に曲がると駅伝のコースだけど、今日は仙石原方面行くのでまっすぐ行っちゃうね。こっちね。こっちはあんまり来ないね、めったに。これ自然薯のお店。これ大涌谷左かな。行ってみようか。こっちかもね。強羅、そうかな。わかんないけど、ちょっと登ってみっか。すげえや、ここ。すごいぞ。すごい坂だ。登れた。多分そうだよね、これね。違ってたりして。こんな大変な思いしたと。うん、強羅って書いてある。ごめんね、ナビがね、一応釜屋さんに合わせてるから、あら、わかんねえな。強羅、まあ一応右にはなってる。強羅でいいのかね。強羅の方でしょ、確か。あ、ほんと。じゃあ合ってる。強羅駅か。強羅駅だね。うん、うん、強羅駅だ。ここスーツくんが泊まったホテルだよ。あ、そうなの。うん、ちょっと待ってね、ちょっとね、ナビをね、ちょっと合わせる。ちゃんともうちょっとここ道幅狭いから、もうちょっと先行ったところに、もうちょい行く。うん、うん、ちょっと待って、そこ、ここ入ろう。ここでいいんじゃない？うん、そこ入らせてもらって。ちょっと待ってね、ちゃんとナビ合わせるわ。うん、一回降りようか。うん、おここだ。ここ左だね。ここを登るんだね。うわ、マジか。一気に登るよ。
結構な坂だよね。あんなとこだ。こうひたすら登りみたい。すごいね。まだ登る。すごいすごい。結構まだ登るよ。うん。こうね、道なりに右みたい。まだ登るの。すごいね。すごいね。一気に登ってきたよ。やっと着いた。ここを左だ。左？うん。また登るの？また登る。裏道じゃねえの。ちょっとまた右だ。そこ。右？うん。ここを右。え？ここで本線だ。うん。うん。ウィリーしそうだったよね。え？え？前がウィリーしそうだった。あまりの急勾配だ。そうだよね、うん、あ、出てきた、大涌谷。寒くない？ちょっと寒い。ちょっと寒いよね。だって16度だもん。標高750メーターまで登ってきた。うん。暑さ。臭い。温泉臭い。うん。来たね。来た来た。強羅。強羅温泉。うん。悪そうな、うん、もうあの草木が枯れてるよ。あの硫黄の匂い、硫黄のガスで手がね冷たくなってきた。冷たくない？ん？手。え？うん、指出てんでしょそれ。出てないよ。あ、出てないか。じゃあ大丈夫だね。うん、俺ほら指出てんじゃんこれ。出てるから。指先が冷たくなってきた。なってくるよね。うん。おっと、ここから渋滞してます。バイクはどうなんだろう。ちょっと行かし、あー無理かな。うん、渋滞時駐車場まで1時間以上。大涌谷1時間か。せっかく来たからね、行きたいよね。でも引き返す人多いね。多いね。こっからは1時間以上かかるってことでしょ。うん。ちなみにこっからだと釜屋どれぐらいで行ける？釜屋？うん。釜
浜山で10分です。引き返して10分で着きます。どうする、どうする、行こっか。引き返すよ。じゃあ降りた方がいい。いや大丈夫、いいよ、無理しないで。うん、じゃあ降りるね。うん、はい、じゃあちょっと U ターンします、うん、ちょっと待って、うん、いいよ、はいよ、うん、はい、オッケー、オッケー、うん、行きます。いつだって来れんだ。そうよ、大涌谷なんか。ついでない、ついで、うん、あ、ここ仙石原だ、すすきの。わー、すごい、すごいね、すすきが咲いてればだけど、もうすすきないね、枯れてるよ。うん、あ、綺麗綺麗、すげえ綺麗。すすきがなくても綺麗だよね、うん、もう着くよ。まだそう、うん、あの辺、位置的にあの辺、ここだ。で、ちょっと行ったところ左側にあるみたい。あ、構えあった。到着。ここに止めちゃおうか。うん、ね、うん、こっち。こっちでいいかな。うん。オッケー。いい？うん。しました、うんうん、あ、いいか、うん、よし。飯を頼んでる間にお風呂いただきます。はい、では温泉入ります。大涌谷から作られたお湯を源泉をそのままかけ流しだそうです。白濁湯です。よし。よいしょ。あ、ちょうどいいです。はあ、42度、3度ぐらいって感じですね。うん、ちょうどいいですね。あそこから流してるみたいですね。Thank you.
これで食べれる。鮭、アナゴ、味噌汁来ました。ほぐした。それは諦め